俺ね、うん、今年のお正月でね、うん、日本酒の美味しさを初めて知った。お、ついについに来た、うん、ブーム来た来たようやく大人の階段を。おお、いいね。4素晴らしい。4本登った。結構じゃない日本酒。いや、素晴らしいね。何を飲んでその開花したの？まあそこそこいいやつだと思うんだけど、うん、別にそんなにその超有名なやつとかでは別にないく、うん、それこそ、ね、地元のやつと普通のなんか、うん、まあ、お正月に買ってきてくれたやつと、うん、そうね、お刺身とね、飲んだんだけど、うん、それが、ね、美味しくてね、あ、これかってなった。お正月の日本酒いいよね。あ、そうか、日本酒好きなんだもんね。これも日本酒しか飲まないぐらいだから正直言ってそれもちょっと分かったな、うん、こういう気持ちなのかっていう。いやーダーンって感じだから、もう日本酒飲むちゃまあだからさ、うちは別にそんなにめちゃめちゃ飲む感じではないからさそれでも俺にしては信じられないぐらいの量飲めたし。いやー、それは覚醒したんだ。覚醒したね、なんかね、美味しくて嬉しいってのもあるし、なんかそれが分かるようになったっていう、なんか嬉しさみたいなのがあった。正月に地元のなんかちょっと有名な料理屋さんみたいなところを家族が予約してくれて、そこに家族でこう食べに行ったのよ。でその時になんか日本酒飲もうってなって、日本酒飲んだんだけど、なんか日本酒さ、なんかマスみたいなのに入ってきてさ、コップとマスどっちもいっぱいにするみたいなタイプのやつあるじゃん、継ぎ方として。でそれをやってくれるお店だったね、うん、なんか若い男性の店員さんだったんだけど、うん、こう注いでコップいっぱいになってこぼれて、うん、でそのマスがぴったりのところでなくなったの。おー、そしたらその人が、すごいってその店員さんが初めてですとか言って、いやー、すごいですねすごいけどさ、おめでたい言葉なのか、それは。めっちゃ素直な感じなんのかわかんないけど、すごいっすねみたいな言ってて。めでたいね、でも正月から。まあね、なんかね、めでたい、別に、これは。めでたいね。まあ、嫌な気分はしなかったよね、別にね。すごい、なんかこう、すっきりした感じの。それは良かったね。それは嬉しい。じゃあね。